こんにちは、クリッカーなすねこです。国際自動車評論家清水和夫さんによる頑固一徹かず市場レポートクリッカー版その2はメルセデスベンツ G550 です。40年ぶりのモデルチェンジを受け2018年6月6日に発表発売された新型 G550、 全長で約300mm、全幅で約100mm も拡大されたボディに加え、従来のテイストを残しながらサスペンション形式やステアリング形式を変更し、ロングセラーの硬派なゲレンデバーゲンは生まれ変わりました。人気モデルの宿命といえる変化はオールドファンから支持されるものなのか、その実力に清水和夫が迫ります。ディーゼルエンジン仕様の話が登場しますが、今回の G550 試乗は G350D 発表前のものです。 G クラスっていうのはもともと30年ほど前に NATO の軍用車として企画された車。道なき道を走れるオフローダーがオンロードのライフスタイルカーになって圧倒的な人気を得るとは、作ったメルセデス情報人も予想していなかったと思います。実は2005年くらいにこの G クラスをフルモデルチェンジするって言ったら、世界中の G 愛好家からこのデザインを変えないでくれって大反対を受け、メルセデスは踏みとどまったということもありました。従来の G、実はかなり使いにくかったところがあったんです。使うような完全な軍用車でしたからね。僕も今まで何度この車を買おうかと思ったことか。しかし例えばステアリング、ラック&ピニオン式ではないサーキュレーティングボール、ボールナット式、これは手応えはいいんですけど、ロックトゥーロックが 3.5 回転と非常にスローなステアリングだったので、高速道路で急に誰か飛び出した時など急ハンドルを切ってダブルレーンチェンジなんかできないだろうなと思い、買うのは踏みとどまったんです。メルセデスもそこはよく分かっていて、今回の大手術、一番の大きな変更点はステアリングがラック&ピニオン式になったこと。ロックトゥーロックが 2.7 回転くらいとクイックになりました。従来のサスペンションでステアリングをクイックにすると重心が高いので危なかったんですけど、フロントサスペンションを大改造し、重心点はそんなに下げられないですけど、ロールセンターをうまく工夫することによってクイックでダイレクトなステアリングでも車体そのものが非常に安定するように工夫されたのです。フロントサスペンションとラック&ピニオン式のギアボックスでよりダイレクトになったギア比、この2つの変更により、この新しい G は抜群にオンロードで乗りやすくなりました。 G の伝統であるラダーフレームを残しながらも使い勝手のいいモダンな基地性能を作り上げました。まあ全部モノコックにしちゃうのは簡単なんですけど、それをやらなかったところに G のゲレンデブランドとしての価値があるのかなという気がしますね。実はすでにメルセデスに S クラスで搭載して人気の高い直六ディーゼルがこのモデルに搭載されることが発表されています。一だけ道を走れる駆動力性能、直六ディーゼル、 G の 4WD システム、フォーマティックの組み合わせは恐るべき最強の走破性なんじゃないかなという気がしますね。今回の試乗車は4リッター V8 V バンクの中にタービンが入るホット V、ディーゼルよりも 100rpm くらい高いところが常用になると思うんですけど、急速トルコン AT と V8 の組み合わせはトルクは十分あるし、ガソリンエンジンなので回転を上げればパワーも上がり、ディーゼルよりこちらの方が気持ちがいいなって感じになりますね。それにしても旧型に比べて乗り心地は良くなったよね。ただフロントサスペンションが変わったので旧型のような見るからに道を走るクロスカントリーカーだなって感じはしないです。古き良きものは残し、新しい技術で最小限にモダンライズしていく、そんな車が G クラスなのではないでしょうか。私は今後リリースされる直六ディーゼルにウルトラ期待しています。頑固一徹総合評価5段階評価で4、頑固一徹評価ポイント5段階評価でパワートレイン4点、シャシー性能4点、インターフェース4点、